礼いたしました。拉致被害者全員奪還ツイキャスが始まりました。今夜も生放送でお届けいたします。よろしくお願いいたします。はい、今日のゲストは、兵庫県議会議員で、スクー会兵庫で長く代表を務め続けてこられている永瀬武志先生にお話をお聞きいたします。なんやなんや。はい、ちょっと月さんから画像が届きまして、すいません。そっちの方を見てたら、すいません、音楽が変わっちゃいました。ちょっと画像を変えますね。はい。あ、ジューさんありがとうございます。たくさん過去のツイキャスの、アーカイブといいますか、過去放送ですよね。はい、そちらの方を、YouTube とニコニコ動画の方に、ね、中さんも本当にお忙しい、立場なのに申し訳ないです。いつも YouTube やニコニコ動画の方に、アップロードしてくださっております。はい、コメント付きの動画も上げてくださっております。Facebook の方にたくさんね、アップロードされた URL が届いておりました。ありがとうございました。今からね、ちょっと、ツイキャス終わったらまたシェアとかさせていただこうと思っております。永瀬先生にお電話おかけしたいと思います。お留守番サービスに接続します。あら、どうしましょうか。永瀬先生多分事務所におられると思うので、事務所の方に、今かかってきました。あ、もしもし。あ、永瀬先生こんばんは。はい、いいですよ、このまま続けましょう。あ、いや、大丈夫ですか。はい、大丈夫です、大丈夫です。はい、大丈夫です。おかけ直し、はい、いいです、いいです、いいです。大丈夫ですか。はい。はい、ありがとうございます。すいません。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんにだいぶ、大丈夫ですね。綺麗にお声届いているようです。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日、永瀬先生に、いろいろお話を久しぶりにお聞きしたいなと思いまして、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。永瀬先生が時々ね、永瀬武志チャンネルっていうんですかね。はい。はい、YouTube の方に、いろいろな発信をしてくださっているのを楽しみに、アップされたら、通知が私、届くようになっておりますので。ありがとうございます。はい。見せていただいているんですが。はい。なんか最近は、ちょっと硬いお話じゃなくて、結構楽しいお話も。そうですね。ね、そういうのも織り交ぜながらやってます。そうですね。これからグルメの、なんて言うんですかね、グルメ情報なんかも。はい。そんなのもやっていきます、はい。お話ししてくださるっていう、お知らせがあったりしたので、すごく楽しみにしています。はい。はい。ありがとうございます。はい、はい。皆さん、永瀬武志先生の、YouTube チャンネルの方ですね、ぜひ、まだ、ご登録でない方は、ぜひぜひ、ご登録してください。ちょっと今ね、URL、貼らせていただきますね。はい。本当にこう、いろんな、ちょっと待ってくださいね。あ、どうしようかな。永瀬先生の共有で。はい。
あ、永瀬先生、どうぞお話ししててください。あと、はい、はい、もう登録済みの方もね、もちろんいらっしゃると思うんですが、まだ登録済みでない方は、ぜひ、ご登録してください。で、また、動画を見たら、いいねボタンをね、押していただいて、永瀬先生、励みになると、おっしゃってくださってますので。励みにやっておりますので、よろしくお願いします。ね、ぜひ、お時間あるときにはコメントを、私もね、まだすみません。あんまりかけてなくて申し訳ないんですが、コメントも書いていただけると嬉しいです。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、今ね、URL 貼らせていただきました。はい、ありがとうございます、はい。はい、ありがとうございます。で、永瀬先生がどんな、こう、発信をされてるかを見てて、はい、まあ、最近でしたら、まあ、LGBT 問題だったり、はい。長く、続けてこられてる保護司のお仕事についてだったり、はい。はい。あと、高校の方で、拉致問題について、授業を、行ったことなどもお話をされていらっしゃるんですが、はい、はい、ちょっと永瀬先生の動画ってこう皆さんが見やすいようにだと思うんですけど、こうグッとコンパクトになってて、あんまり長くないじゃないですか。わざとだと思うんですけど、平均は5、6本以内ですね。はい、こう動画を見やすいようにまとめられて作られてると思うんですけど。短めにまとめられてるんだと思うんですけど、はい、私はもうちょっとこう、踏み込んで、聞ける範囲の、聞ける範囲でお聞きしたいなって思ったので、はい、ぜひぜひ教えていただきたいことたくさんあります。はい。はい、なるほど。テレビで見ちゃうとコメント書かなくなるんだよな。あ、なるほどね。そうですね。今、YouTube をこう、テレビの方にね、ミラーリングっていうんですかね。ああ、そうですよね。はい。テレビの大画面に見られる方も。そうですね。いらっしゃいますね。そうですね。そうなるとちょっとコメント書きにくくなっちゃうのかな。あ、登録しましたと、矢吹横さん。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぜひぜひ、登録してください。はい。で、ジェニーさんね。はい。今日その、私の話題に触れる前にですね。はい。実は石川県の。はい。津空海石川の大口さんの方から情報提供がありまして、はい。寺越武史さんの、はい。息子さん。武史さんの息子さんですね。ちょっとお名前はわからないんですけど、まあ、これはもう随分前のお写真だと思うんですが、寺越さんの娘さんと息子さんとお母さんと、はい、はい、写ってる写真、今、ちょっと、出させていただきました。寺越武史さんの息子さん。軍の関係で働いてたらしいんですけれども。あ、なるほど。北朝鮮の軍の関係でお仕事。はい。はい、なんか横領事件に連座して処刑されたと。え、はい。そういう情報が。そういうことが寺越家の方にも伝えられていて。あ、寺越家の方にも伝わってるんですか。寺越家といっても、巴さんの方に伝わっていて。あ、なるほど。はい、お母さんの方に。はい。で、地元ではちょっとしたもん、話題になったそうなんです。あ、そうなんですね。でも、全国的には全然、はい、まあ、報道もほとんど、私は一切ちょっと報道を目にしてないんですが。はい、私も実はですね、島尾さんから、ちょっと永瀬先生が、そのことについてお話ししてくださるよっていうのを、はい。ちらっとお聞きしたので、ネットに情報があるか調べたんですけど、全く何もヒットしなかったです。そうですね。はい、4日ほど前に大口さんから連絡がありました。あ、本当にもう喫緊の情報なんですね。そうですね。はい。はい、で、巴さんの方はもう かなり、ご高齢で、うん。うんで、その、高齢者特有の様々なそういう症状とかも出ていても、なかなか以前のように、はい、我々が記憶しているようなテレビの前に出て喋るようなことがもうできないんだそうですが。なるほど。はい、そうですね。はい。まあ、それでも、取材に当たった現地の新聞社があるということで。あ、石川の、はい。そうですね。はい、で、この、石川県の方では、この、巴さん、武史さんっていうのを中心とした、やっぱり、寺越事件っていうのが主に語られるし、
で、スクー会全国協議会では、寺越昌司さんの息子さんですね。はい。たちが、その、殺されたと言われている父の遺骨を返せという形で、家族会の方に加盟をされているって方がいつもお越しでいらっしゃいますですかね。はい、そうです。はい。以前に、このツイキャスでも私がレポートさせていただいた、神戸市にお住まいだった寺越文夫さんがですね、はい。寺越外夫さんというすぐ下の弟さんの支援をずっと続けておられたんで、そうですよね、はい。で、そのことなどあって、これがね、実は、なかなか関係者はよくわかってるんですけども、はい。一般の人にはわかりづらいって言うんですよね。ああ、確かにね、そうでしょうね。はい。ね、私もあまりにもこう、複雑なお話で。そうですよね。はい。で、寺越家は、お子様がたくさんいらっしゃって、11人だったかな。はい。でもね、その関係性がなかなかちょっと難しいですよね。親族って言うともこう、考え方の違う方もいらっしゃったりしますし。そうですよね。はい。もうちょっと一番びっくりしたのが、寺越武さんの、まあ、存在が死亡じゃなく北朝鮮に生きていたってことが分かった後に、はい。お父さんが北朝鮮の方に、まあ、息子さんの方に、住まいを移されてというんですかね。そうですね。北朝鮮の方に行かれて、北朝鮮の地で亡くなられたというのも、すごくショッキングっていうのが、まあびっくりしたお話でした。そうでしたね。はい。はい、で、まあ一度石川の方へ、白山市の方へですね。はい。来てほしいと。はい。で、拉致現場、寺越事件の発生現場を訪れて、はい。で、そこでその、神戸の情報とかも石川県の方に伝えてほしいということで、集会とかをするというよりも、はい。まあ、地元の報道機関と大口さんが、事件発生現場等々を巡るので一緒に来てほしいと。うんうんうん。で、合わせてその時に、その、神戸の情報というのを、今まで、まあ、ちょっと昔のものではありますけれども、はい。これを石川の方で来て、披露をして、皆さんと上級でしていきたいんだっていうお誘いをいただきまして、はい。最初にちょっとその、白山市の方へ行こうと思ってます。あ、永瀬先生自身がですか？え？あ、行かれるんですね。そうなんですね。でもなんか、高校生今、すごくこう、シリーズの声が出て聞こえないんだけど、ありますか？なんかね、永瀬先生すいません。なんか、ちょっと、お声が。あ、聞こえないですか？はい、聞こえるんですよ。すごくこう、雑音がね。ねえ、はい。いや、なんか確かにね、ちょっと音声が悪くなってるので、ちょっとおかけ直ししてもいいですか？あ、かけ直しましょうか。はい、わかりました。一回つきますね。はい、すいません。私の方からかけます。はい。ちょっとおかけ直してみます。さっきね、さっきまで綺麗に聞こえてたのに、なんかちょっとお声が。ハウリングしだして、ね、ノイズありましたね。ちょっとかけ直してみたいと思います。はい、もしもし？あ、綺麗に、聞こえております。あ、すいません。はい、すいませんでした。はい。はい、すいません、お話を、よろしくお願いします。石川県の方へね、白山市の方へ私が行って、はい。この寺越事件について話をすることになりましたんで。あれ、やっぱりまた音声が。なぜでしょうね。永瀬先生、すいません。ちょっと音声が。コンデンサーなのこれね。どう、ちょっとね、永瀬先生の声がね、こう、クリアじゃなく、いや、聞こえてるんですけど、音は届いてるんですけど、なんかね、音量がね、なんか濁るような感じになるんです。どうしてでしょう。今通話、ちょっと、終了になりました。なんでだろう？今までこんなことなかったのに。あ、今ちょっとお電話してたで。もしもし？あ、はい。今聞こえますか？あ、今綺麗に聞こえてます。そうなんです。この状態で、はい。はい、このまま続きますように。はい。はい。はい、で、まあ、そこでね、また、大口さんにもご出演いただいて。はい。私としても、動画を、
撮ってですね。あ、はいはい、永瀬先生の YouTube の方で。報告をしようと思ってるんですけども、ぜひぜひ、まあ、まずその、パキさんの子供さんがね、息子さんが、ともえさんがあればお孫さんが処刑されていたというニュースがですね、まあ入ってきました。いや、まあ、それがまだ真偽のほどは、ちょっと確かではないのかもしれないですが。はい。たけしさんの方から、私が見たニュースでは、その、たけしさんの方から、その、時々、たけしさんの方からも、お母さんの方にお電話がかかってくるっていうのをニュースで見たことがあるんですけど、はいはいはい、この処刑のニュースは、息子さんからだったわけではないんですか？そこら辺は、私もまだわからないので。まだわからないんですね。はい。はい、ああ、ちょっと心配ですね。まさかと思いたいんですが、で、まあ、その事実がね、はい。明らかになってもなお、その、例えば、日本のマスコミが報道しないというのはね、はい。拉致問題、拉致事件について特有ですけども、普段ものすごく政府を批判する、もうどんなとことがあってももう揚げ足を取るし、重爆の罪をつくように、そのね、例えば、はい、安倍政権の時に、古俣朝日新聞、毎日新聞、東京新聞と、この拉致問題についてはもう完全に沈黙をするじゃないですか。本当にそうですね。まあもうこれまで完全にそうでしたよね。はい、今回もこれがもう、全く同じ日本のマスコミの状況っていうのがそのまま露呈してんのかなと。まあ、私はちょっと不快みかもしれないですけど、そんなふうに思いますね。そうはね、思いたくないので、もちろんマスコミ各社の方、この事実がね、まあ、情報が事実だということが分かって、るかどうかっていうのは、もちろん日本国政府も北朝鮮側に問い合わせもしなければならないと思いますし、まあ回答の有無に関わらず、はい、こちらからは聞くっていうのは、その姿勢は大切だと思いますし。その政府もですよね。はい。寺越武さんの息子ということだと、明確に日本国籍を有する我々の同胞がですね。はい。処刑をされてるわけですから。そうです、そうです。はい。それに対して、全くその反応しないと。はい。で、おそらくですよ、寺越さんは拉致被害者ではないのでという言い訳が通じると、なんとなく思ってる人がいるんだけど、そんなもん、常識よりおかしいですよね。いや、だから、本当に思いのままに発言できるかどうかっていうところもね、そこは、日本国政府も、もう少し、なんて言うんですかね、状況を考えると、ねえ、ご本人がどういう発言をしなければならなかったかっていう、そういう状況が、ね、自由な発言が許されている国かどうかということぐらいはわかるでしょうし、で、まして、この寺越さんが、まあ、もともと、中学校の時、中学生の時に寮に出られて、沖合で7キロ、ですね。岸から7キロしか離れてないところに船が漂流してて。そんなに大きいの？漁をしてた場所はそんなに沖合じゃないですか？そうなんですね。漁をしてたのはもっと近海なんですね。いや、もう浜から見えるぐらいの距離でやってる。そうなんですね。で、はい、まあ、亡くなったって、まあ、船の中にね、もうその乗ってた3人がいなくなったことで、落ちて亡くなったんだろうというふうに当時は思って、まあ遺体とかは見つからなかったけど、こういうお葬式を当時はね、あげたわけです。うん、でも、そこから700キロ離れた北朝鮮の、港に連れて行ってたという、まあ、北朝鮮籍の船がですね、助けたと、うん。はい。そんな遠いところまで連れて行って助けたって言われても、どう考えても常識的には、まあ、いくら国交がない国同士とはいえ、本当に助けるんだったら、日本のね、沿岸の岸に、まあ、日本人の人に託すだったりですね、その方が、助けるという意味では、早かったんじゃないかな。だから、本当に助けたのかなっていうのは、どうしても、やっぱり、疑わしいところがあるんですが、はい。
で、まあ、当時死亡になった寺越武さんは、その後、もちろん死亡届けは、石川県の、あれは、県議会でしたっけ？か何かがこう、死亡届けの撤回の、なんか、出されてましたね。はい。法律に基づいて、海難事故の場合、はい。半年過ぎると、はい。死亡と同じ形になるんですよ。あ、そうなんですね。そういうふうに決まってるんですね。はい。はい。はい、議会の決議というよりも、はい。生きてるという証拠を、はい。海上保安庁に示すことによって、はい、もう一度、法律上生き返らせることができるんです。あ、なるほど。はい。です。先ほど言いましたように、まず、庄司さんについては、この、ともえさんがですね、はい。初めて島崎譲などと一緒に訪朝した際に墓を見せられてるんですわ。ああ。これが、寺越庄司の墓やと。ああ、なるほど。で、その、寺越庄司の、遺骨と称して土だけ持って帰られてきたんです。うわ、もう結局骨はね、入ってるのかどうかさえもわからないし、本人のものかもわからないし。はい。まして、ね、日本語で庄司の墓ってなってるわけではないですから、見せられてもね、わからないですね。うん。それと、その寺越外夫さんについては、はい。寺越外夫さんについては、この、全く別にこれ、たけしさんとは全く別に生存をして、これは前、ツイキャスでお話ししましたけれども、はい。はい。帰国者のですね。はい。帰国者と結婚をし、はい。そして3人の子供が生まれ、はい。そして、確認しているところ、その、長男のところに孫まで生まれてるんですね。はい、そうですよね。で、うん。この戸籍の回復というものについては、たけしさんと外夫さんは別々に行われました。はい。はい。で、この海上保安庁と法務省に対して手続きをするのですが、はい。外夫さんについては、お兄さんの文夫さんが、この外夫さんの、生存の、はい。確認というものを行って、これは、手紙等ですね。手紙等を持って行って、写真等を持って行って生きているんだということで、はい。この海難事故で死亡したというものは取り消されたんです。そこまではできたんです。はい。だけど、寺越武さんは日本に一時帰国もしましたよね。うん、はい、そうです。で、外夫さんとその家族は北朝鮮にいて、しょっちゅう手紙のやり取りがあるわけですよ。うん、そうでした。写真もあるんです、はい。はい、写真もね、送られてきてましたね。しかし、戸籍の回復はできませんでした。はい、法務省は、婚姻関係の北朝鮮の発行する公文書、はい。などを提示しないと、この婚姻関係が認められないというんです。はぁ。で、絶対に、もう かなり、これずっと経緯私、文夫さんに付き添いましたんでね。はい。はい。だから、外夫さんについては、それから外夫さんの、奥さんの福生さん。で、福生さんとの下に生まれた二人の子供についても、その、外夫さんのみ、死亡届けが、回復されただけで、うん、戸籍は回復せず、うん、福生さんと、外夫さんの婚姻関係も認められず、はい、この間に生まれた子供の写真も手紙もあるけれども認められず、はい、よって福生さん、明哲さん、明信さんという、奥さんと子供二人については、うん、日本国籍の確認もできないと。でもこれね、実はね、ここで日本国籍認めてしまうとね、拉致認定と一緒になっちゃうんですよ。そういうことですね。だからしなかったんです。うん、はい。で、たけしさんは、私は拉致被害者じゃないということを明言したので、戸籍が回復したんです。ああ。寺越家の事件の裏には、この日本政府の巧妙な立ち回りはよくわかるんです。歪償化してるんですよ。
かります？いや、よくわかります。よくわかるんですけど。同じ事件の被害者が全く違う対応をされてるんです。まして、その、たけしさんは確かにそのお母さんがね、何度も訪朝されたり、まあ、ご本人も、5名の蓮池さんや内村さんや、曽我さんが帰ってくる前の12日前ぐらいに一時帰国されたということもありますから、すごく今でもこう、名前を聞いたりとかですね、記憶にある方も多いんですが、外尾さんに関しては、また庄司さんね、亡くなられた庄司さんに関してはほとんど名前をニュースでも聞くことがあまりないです。同じ。これもね、こんだけ重要な事件なのに、たけしさんのことと、ともえさんのことしか報道しない。いや、この日本のマスコミの体たらくと、はい、この点に関しては日本政府のもう言いなりのマスコミ。先日元産経新聞の記者が、日本のマスコミは死んでいたというようなね。はい、安倍正美さんがね。ありましたけど、はい、私ももう全く同じ思いでして、もう日本の報道機関なんか死んでますよ。このことをここまで分かってて、一市民の私たちがここまで分かってて、それでも報道しないんだからね。でね、普段からそのペンで権力に対して戦うと言われてるマスコミが、この同じ船で北朝鮮に行った人たちの扱いを、その本人の自由じゃない、自由じゃない境遇での発言で変えてしまうって、その対応を変えてしまうって、反対に国に対してどういうことなんだって追及するのがマスコミの、まあ、真の、姿勢だと思うんですが、大丈夫ですか？大丈夫ですよ。はい。はい。なんか、普段と言ってることが違うやんって、どうしてもやっぱり思ってしまうんですよね。まあ僕らはもうね、長らくこの問題関わってるでそんなもんだろうと思って、ね。ああ、ね、そうですね。長瀬先生、もちろん、もう、何度もそういう思いをされて来られたので、慣れてらっしゃると思うんですが、まあ もちろん私もそれなりに、そういうもんだなって思う部分と、でもどうしてもなんかこう、納得いかない。まあ納得はいきませんもんね。はい。ねえ。政府の言いなりのマスコミ。いや、都合のいいとこだけ言いなりなんですよ。自分たちも見ないで、見ない方が楽なところは、見ないと。それが果たしてね、報道の人の姿勢でいいのかなと。いや、もう、なんていうのかな、おそらく戦後最大のですね。はい。事件ですよ、これ。で、日本の根幹を、もう、これを今、主張なさってる皆さんやったらお分かりになると思いますけども。はい。もう、日本の主権の根幹を揺るがす大事件なのに、この事件の発覚をちょっとでも遅らせるために、マスコミは動き。そしてこの事件を、少しでも小さく報道するためにマスコミは動き。でもね、北朝鮮のためにやってるのと一緒でしょ？そこまで言われたくないわって思うんだったら今からでもね、いや、言ってきたり、いや、私ね、個人的には、ね、尊敬するジャーナリストは何人もおりますけどね。はい、はい。総体として見た時の日本のジャーナリズムというか、そういうものはもう、地に落ちてると思いますよ。もう本当に腐り切ってるというか、もう、ダメだね。いや、もうね、マスコミに対してのこう、不信感っていうのはたくさんの人が、ことあるごとに、やっぱり実感されて、このニュースはやらないのかだったり、このニュースばっかりやるなだったり、もうやっぱ体感として感じて来られてると思います。はい。そうですね。どうしてもね、それが残念ながら世論を形成してしまっているところがあるので、影響がないんだったらもう何をしてもらっても勝手なんですけど、結構やっぱり未だに大きな、その国民への影響っていうのがあるだけに、その力を持っているだけに、やっぱりね、もうちょっとこう、やるべきをやってもらいたいと。いや、無理でしょ。
無理ですかね。あ、ここまでや、何十年、もう大方50年間、隠蔽と歪償化に協力したマスコミが今更感心してってことは無理だと思いますね。ですから、まあ、心ある人たちがね、今こういう、一市民でもメディアを持つことができるのでね。はい。もう我々が情報発信していくしかないですよ。はい。やるしかないですね。何の期待もできない。確かにその、メディアだけが発信する、力を持っているのではなくて、今もその、個人でも、確かに規模は小さくても発信できますし、そこからね、何十年も、触れてこなかったジャニーズの性加害っていう問題が、まあネットから風穴が開けられて、とうとう、はい。で、また海外のね、まあ、イギリスの BBC が報道したということももちろんあったんですが、日本のメディアも少し報道を始めたりっていうアリバイ作りのようなね、後追いをしながら、自己反省はあるのかなと、本当に思ったりするんですが、そうですね。だからやっぱり私たち黙ってるっていうのはもう一番都合がいいので、黙っていてはいけないなと、今日もね、本当に思います。永瀬先生、この、たけしさんの息子さんが、まあ、その軍の関係のお仕事をしていた、ということで、何かしらの、まあ、罪を着せられ、処刑されたということを、この後メディアが追及はしないと思われますか？しない。地元ではちょっと、報道されたらしいです。よくあるパターンですよね。あ、小さなね。事件なんかがちょっと、新聞はやったりしましたけどね。はいはい、全国であって、それ、同じようなパターンだと思いますね。でも大事件じゃないですか、日本人が。いや、大事件ですよ。北朝鮮で処刑されたなんてね。うん。多分ね、北朝鮮で処刑された日本人ってもっとたくさんいると思うんだけども。いや、私も、いると思います。はい。そういう事実こそ、もう最も日本政府もマスコミも報道したがらないじゃないですか。はい。はい。帰国者の方々がね、そういう目にあったっていうのは、たくさんそういう話聞こえてきてますよね。そうですね。はい、帰国者の人だけじゃなくて、はい、当然、日本人妻でも同じ境遇に置かれて殺されている人が大勢いるでしょうし。はい。だからそういう事実は本当に隠されてますよね。はい。うん。まあ、実際に、蓮池さんも、まあ、命に関わるから言うことを聞かなければならないっていう、まあ、そういう脅迫だったり、強要だったりを、拉致された後に受けたという発言をしているのですから、拉致された人で、向こうでそういう、まあ、従わなかった、向こうの意に沿わなかった人間は消されただろうって考えることは全然不思議じゃないのに、まあ、そういうこともね、一切言われませんよね。まあ、ちょっとこの話は今日、とりあえず、大口さんから4日前にもたらされたトピックスとしてお知らせして。はい、ありがとうございます。30分も喋っちゃったんですけど。そうですね。いや、でも大事件なので、この後皆さん、報道がどうなるか、ね、そうですね。引き続き見守っていてください。はい。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。で、それからですね、すいません。はい、LGBT 問題についてちょっと語っていただきたいなと思ったのは、はい、永瀬先生も、ご自身の YouTube チャンネルでおっしゃられているんですが、はい、社会的弱者と言われる方々を、はい、まあ、助けようとか、救おうって言われている人たちですね、はい。その人たちが本当にその弱者救済のために動かれてるんだったら、まあ、それはそれで、もちろん、素晴らしいことだと思いますし、大切なことだと思うんですが、別の意図の社会変化を考える思惑が感じられると。あ、これ、そしたらね、はい、もっと、直言しますね。はい。はい。これはね、もう、はっきり言って利権です。あ、はい。はい、明確に利権です。はい、やっぱりそうですよね。私は神戸の市会議員の時に、神戸市がヘイトスピーチ禁止条例を作るかどうかという審議に関わりましたし、はい。
その前にはですね、まあ、はい、関心の高い方でしたらご記憶の方もいると思うんですけども、自治基本条例を作ろうという動きがですね、全国的に広がって、いくつかの自治体で自治基本条例が制定されて、外国人が、住民投票には参加できるという、まあそういう自治基本条例を現に今も持ってる自治体がいくつかありますよね。私はこれ全部同じ流れだと思ってます。で、基本的にはですね、地方自治体って審議会とかをたくさん持ってるんですよ。で、まあその審議会の位置づけっていうのは、条例とかに裏打ちされてて、非常に強い権限のある審議会。例えば教育委員会だってそうですよ。なるほど。あるいは各自治体にある公安委員会。これだって、言ったら諮問機関ですわ。そうですね、はい。そう言われたらそうです。まあ本当にまあその、なんていうのかな。まあ実際その教育委員会や公安委員会が、じゃあどんなふうに動いてるのか、監査委員会がどう動いてるのかということは別としてですよ。この際。まあ一応、それは制度として必要だろうと。行政をやはりそのチェックする上で、そういうものは必要だろうということで、私たちの社会はそれを受け入れてるわけですわ。ただし、その国家公安、国家じゃない、公安委員会や教育委員会、監査委員会というものよりもランクがちょっと下がる。条例に規定はあるけれども、まあ、そこまで強い、諮問はできない。審議会。審議会というのは、ブワーッとまた増えるんですよ。枝分かれのようにあるわけですね。そうです。さらに、その下に、それよりもさらに、ちょっとご意見を聞くだけのですね。ご意見を聞くだけ。まあ本当にこれもね、僕ね、不必要だと思いません。例えばね、障害者のですね、社会、福祉計画を作る、障害者福祉計画っていうのを作るときには、その、いろんな障害者って一口で言ったって、いろんな障害の方がいらっしゃるでしょ。本当に、もう、多種多様です。身体障害をお持ちの方と、知的障害をお持ちの方と、精神障害のお持ちの方は、抱えてる問題も悩みも全く違うんですよ。だから、これはひとまとめで障害というふうに呼べないぐらいに違うんです。確かに。だから、その現場の人を読んで、ヒアリングをずっと積み重ねて、計画を練る必要があるんです。ですから、この場合はやっぱりそれぞれ、障害者の団体の方たちに来ていただいて、委員に入っていただいて、その県や市の障害福祉計画を作るのに参画をしていただいてるんですね。これも非常に必要なことで、実際にそれに私何度も出てますから、必要なことだと思うんですわ。これはあくまでも行政上必要なこと、そして善意に基づいて、そういったみんなで、その、自治体、行政を、より良きものにしようとするために、設置される、委員会、審議会、諮問機関というものは基本的に、その立場の違いは、イデオロギーの違いはあれ、その、自治体を良くするためにという人だけが来るということでやってるんだけれども、この、一連の動きを見てるとですね、結局その、自治基本条例の時からそうでした。その外国人の声を聞かなければいけないので、外国人の声を聞く。で、外国人の声を、住民投票の時に反映させるための、やはり諮問機関が必要なので、この自治基本条例には、諮問機関の設置、そして報告義務、予算措置っていうのが全部セットになってるんですよ。やっぱりね、そうなるんですね。そこに自分たちの、まあ、何ですかね、この、同じ活動をしてるような人を送り込んでいくんですね。で、自治基本条例はだけど言っても、そうめったにその住民投票なんかないじゃないですか。そうですね。まずないじゃん。皆さん住民投票に参加された記憶って、ある方がね、いたとしても1回とかじゃないんですかね。
これね、多くの人が騙されたんですよ。住民投票なんて10年、20年、50年に1回なるかないかで、一度も住民投票なんかやったことない自治体の方が多いはずですわ。そうですよね。大阪のね、都構想で住民投票ね。あれはね、記憶に新しいんですけど、やったことないですね、私も。ほとんどの自治体で住民投票なんかしたことないです。神戸市は神戸空港の時に、住民投票せえって言った人たちまで結局しませんでしたからね。ああ、はい。住民投票なんてまずないんですよ。ないですね。普通に暮らしてて。だからいいじゃないっていう言って世論が流れたんですわ。なるほど。考え方が。そして、自民党とか、まあ議会与党を構成する自民とか、まあ自民民主公明とかっていう、まあ、各自治体の、与党会派がですね。はい。あんまりいたけだけな文言は修正してもらうけれども、住民投票ぐらいもしやるときには住んでおられる外国人が出るとこれいいんじゃないのっていう人たちが多かったんです。どうせあるかないかいってほとんどないしね、みたいなね。はい。なるほど。それに多くの人が、まあ、いっか、みたいになっちゃったんですね。そして、この次に来たのがヘイトスピーチ条例です。はい。はい、そうでした。これは罰則を伴うんです。はい。で、実はね、神戸市のヘイトスピーチ条例と、その後に、制定された川崎市のヘイトスピーチ条例はほぼ同じなんだけれども、はい。唯一違うところが罰則があるかないかなんです。そうですね。はい。で、神戸市のヘイトスピーチ条例にも最初罰則があったんです。うんうん。長瀬先生たちがもう大反対されてた。はい。そうです。で、ね、この罰則っていうのもね、こういう罰則なんです。ヘイトスピーチを行うかもしれない団体に対しては、はい。公的機関の、はい。例えば、兵庫県民会館とかね、うん。ああいうところを貸さない。もうあなた方の団体はヘイトスピーチ団体と認定したので貸しませんと。うんうんうん、うん。まあ、そういう、その程度の罰則なんですよ。まあ、あってもなくてもいいような。はい。そうすると、ね、はい。前と同じように、はい、いや、そら、そんなところに、もっともそのヘイトスピーチ団体来られても困るんだから、それぐらいいいじゃないかって人出てくるんですよ。もうどこまでも人質なんですよ。なるほど。奴らは違うんですよ。ずーっと、この流れの中で少しずつ少しずつ、このグッグッグッとグリップを強めてきてるんですよ。この共産主義者の意図っていうのを全く理解しないお人よしたちが全部なあなあで通してしまうんです。そしてその、その延長線上に来てるのがこの LGBT です、はい。なるほど。この LGBT はこの前のヘイトスピーチ条例とは全く一線を画する異質のものです。はい。非常におそらくこれがもし彼らの思惑通りに、成立するならばね。はい。非常に大きな予算措置を伴うんです。うんうん、そうでしょう。はい。はい、もう。予算が動くということは、それ利権なんです。これがですね、まあ、制定されてしまうと、まあ、されてしまうととか、されると、その下に、たくさんの予算と、たくさんの、まあ、その意見を吸い上げたり、そういう、なんていうんですかね、教育の現場で配るものを配布するための機関だったり、作る機関だったり、もう、多種多様のもう機関が、その下に枝葉のようにできるわけですよね。私は国での議論の危険性っていうのもね、はい。あ、今、上野先生がここからご参加されるってことみたいなんですけど、はい。国会での議論の危険性っていうのも僕すごく感じてましてね。はい。ねえ、そうですよね。うん。ヘイトスピーチの法律が通った時っていうのは、はい、ほとんど大きな議論なかったんですよ。うん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 。それは理念というか、うん、こうである。法務省の理念を、うん、新しい多文化共生の社会の理念を示す法律だからということで、うんうん、大きな議論は起こらなかったんですよ。うん、うん。はい。だけど、その国の法律が、
理念の法律が通ったがゆえに、地方では今度は罰則付きの条例案というのが次々に上がってくると。そして今、先に川崎で通り、次、相模原も通っちゃったんだ、通っちゃったんかな。相模原も揉めてましたよね。はい、はい。で、まあ、神戸市もそうでしたし、うんうん、で、そういう、だから国が緩くても、もう全部奴らの手に乗っちゃってると思うんだけども、国が緩い、これ緩いからみんなのその、善意の気持ちを集めたようなもんですみたいなことを言うでしょ、うんうんうん、はい。はい。そして、その一方に、その、あくまでもこれは本当に多文化共生のための理念ですと言ったときに、それに僕が反対すると、あんたはとんでもない人だなってことになるわけですよ。ね、多文化共生とか、その、やっぱり、反対しにくいことを、に掲げてこられて、永瀬さんは少数派の意見の人の、聞かないんですかとか、配慮しないんですかみたいに。そうですね。でもね、配慮イコール優遇ではないと思うんですよ。あ、今宮古太郎先生がね、全国会はじめ、その極端な差別伝道っていうものが、で、あれだけをものすごくマスコミに取り上げましたよね。いや、本当そうでした。国民とばかりにね。はい。普段私たちがその拉致問題で声上げてるやつは絶対に行動しない奴らがですね、在特会のやつをものすごくやりましたよ。はい。やりました。まあ、私はもう裏でグルになってると思ってます。ああ。マッチポンプですよね、完全にね。と私も思ってます。はい。うん。この LGBT の危険性はですね、包括的差別禁止条例という形に現れてくる可能性が高いです。すいません、もう一度、包括的。包括的差別禁止条例。これはなるほど、なるほど。この、今の LGBT の動きの、まあ、裾野が広いし、どこをその、先鋭的になってる先端をどこに見るかによって見方も多少変わるんですが、はい。その、まあ、共産主義者というか、左翼的思考者たちの中で、今、よく言われてる言葉が、包括的差別禁止条例です。はい。はい。これはですね、ヘイトスピーチ禁止条例の時にできなかった夢を、今度こそという思いもかなり強いんですが、なるほど。抑圧を感じた人が、何でもいいんです。人種、だから性別、人種、はい、宗教、生い立ち、どんなことでも抑圧を受けた人が、私は抑圧を受けたということを訴え出ることができる機関を作ろうという条例になります。そして、その抑圧を受けたと主張する人が、私やられましたと訴え出る場所は、先ほど言いましたような、審議会とか諮問委員会とかっていうものではなくて、れっとした委員会を、条例で紐付けして設置をするんです。はい。ですから、ランクとしては、教育委員会、公安委員会、監査委員会の次に次ぐぐらいの重いものです。そして、この委員会の答申に基づいて、もし、はい黒認定、この人はもう不当な、抑圧と差別を受けたというふうに認定した場合は、はい。公安委員会に対して、はい。答申ができると。こういう立て付けになってるはずです。これを彼らは目指してます。だからここで、非常に何て言うのかな、巧妙な、彼らはずっと学習してるんです。この、自治基本条例の日からずっとボールぶつけて帰ってきたものをまた、受け取って、また少しこう改良をかけて、またぶつけてってことをずっと繰り返しながら、本当に、そうですよね、15年ぐらいかけて、でもあっという間にここまで来ちゃったって感じですよね。だから、まあ、私のものの見方ですよ。私のものの見方ですが、この LGBTQ に関して言えば、LGBTQ と言われる性的マイノリティの人を助けるというよりも、はい、このような仕組み作り、うんうんうん、LGBTQ を題材とした仕組み作りに、うんうんうん、実は、
主要な目的があります。そこを完全に隠してるんです、うんうんうん。ほとんどの報道機関もそれは言いません。言わないですね。はい。はい。だから私は非常にこの LGBTQ は危険だと思ってます。うんうん、それからですね、この LGBTQ 法案が、制定されたら、その後、日本国も、もうそろそろ同性婚を認めたらどうだっていう風にも進むと思ってるんですが、はい。同性婚について、永瀬先生、どのようにお考えでしょうか。言わずもがなでね。はい。それは、もうその、天皇制を日本からなくすための一つの、一里塚ですわ。だから、彼らの善意なんか汲み取る必要ないんです。うんうんうん、なんかね、保守系の人たちってみんな人がいいんで、でも善意もあるだろうとかですね。はい。その彼らの主張の中でも、その、認めるべき論点はあるのかっていうことを、意外と言う人がいるんだけれども、うん、僕はね、そんな必要全くないと思うんですね。天皇制を、最終的にこの天皇制をなくすという一つの大きな目的に向かって、この全ての動きは集約されてますんで。そうですか、なるほど。本当にね、すごく気持ち悪いなと思うのが、はい。LGBTQ の、差別禁止法とかね、そういうのを、作ろうっていう、言われてるんですけど、そういうのを作ろうよって言ってる人の声を聞こう、みたいに私には聞こえるんですよ。その、はい、LGBTQ 当事者の声ではなく、その人たちへの差別を禁止する法律を作ろうよって言ってる人の声を聞くっていう。そのなんか、ね、ちょうどね、はい。三浦先生がね、浅田理論、ブラ解放像ね。書かれてますよね。はい。まさしく彼らはここで味しめてるんですよね。なるほどな。はい、先行体験があるので、ただその、動画対策特措法なんかももう終わっちゃって、で、地方自治体における動画対策だってもう事業的なものはもうないんですよね。ないですよね。それはもう、そういう被差別地域に行って、スラムが広がってるなんて光景ももうなくなっちゃったんで。はい。はい。で、そうするとこの新たなですね、やっぱりネタがいるんですよ。確かに。はい、その、被差別部落では別に転居とか、ね、住まいの自由は、どこに行っても自由なので、別にそこにね、ずっと留まらなければならないわけではないので、長続きしないですよね、もうだんだんこう。そうではなくて、社会インフラとして見たときの、これは利権の側面しか見てないので、はい、ブラック差別の実態というのもまた別にあるんだけれども、うんうん、この、浅田理論、窓口一本化と言われるですね、うんうん、ブラック解放同盟が、その、特措法に関わる公共事業の窓口を全て一本化すると。行政は必ずそこを通さないと発注できないような仕組みを作ったんですよ。これが窓口一本化っていうんですね。で、その過程で、当時はその、社会党などが主に応援していたブラック解放同盟と、はい。それから、全会連というですね、共産党系の、はい、ブラック解放組織が激しく争いまして、激しく争いまして、8日事件みたいなことも起こってたんだけども、はいはい、ちょっとそれはちょっとここで話すると長くなっちゃうんで、うん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 、彼らはやっぱりその、成功体験を持ってるんですよ。だから、常に行政のそばにいて、その、いろんな委員会や審議会を引っつけていくと。で、そこに、自分たちの、決め役の数字だというか、うんうん、よく分かったというか、自分たちのブレーンをですね、追い込んでいくと、はい。うんうんうん。で、その人たちが単にそこで給料を取るのみならずですね、はい、それに予算措置をいろいろ付けさせてですね、はい、そして、いろんな事業をしていくと。うんうん、そうい
ということですね。で、また、それに、こう、関わった人たちが、評伝にもなりますよね、そこでね。まあ、そうですね、あの、政治家さんが、だったら。なるほど。そっか、もう、その味を占められた図式がずっと繰り返されていると、そして、日本の社会破壊、そうですね。だから、私はこの社会的側面。はい。その、行政とそういう、何ですかな。圧力団体との関係という側面からのみ見てますから。はい。まあ、もう少しその幅広い、ものの疑いも必要だと思いますけども、こういう側面から見ると、私はこの LGBTQ の、はい。国会審議なんか見てますとね。はい。推進する人たちは、あ、そうだ、この前のね、4月の終わりの朝までテレビがちょうどそのことで面白かったんだけど、立憲民主党とか、共産党とかが一生懸命、言ってたのは、これは、はい。その、男女が入れるトイレを作るのではなくて、あくまでもそういうことは今回の法律は書いてないんですよと。それは誤解なんですと。で、トイレが、女性トイレに男性が入ってくるなんてことは、この法律を作っても絶対にありませんってことを彼が言ってたんですよ。はい、言ってました。はい。あれがね、あれがね、まさしくその彼らのその、やり口をよーく表してましてね。だから、あそこでは、とりあえず理念で通していこうとするわけですわ。で、主戦場は地方議会にあるんです。で、地方議会の地方議員になると、もう全然、なんていうのかな。もうそういう問題に関わりたくない。はい、はい。で、もう、とりあえず、国で通ったんだから、通しといたらいいんじゃないかっていう、自民党の議員がすごく多いんです。なるほど。実際、神戸市のヘイトスピーチ条例って言って、最初、ある議員がですね、はい。代表で、我々の代表で行って、そこで、自民党としてもそれはいいと思いますとか言っちゃってるんですよ。ああ。ほんで帰ってきて、報告で、あんた何言ってんだみたいな話になって、大声でなったんですけど、それからやっぱりちょっとね、ぼさーっとしたやつ多いんでね。だからそこが、こういう問題をやろうとしてる奴らにとっては、非常に狙い目で、地方議会はうまく丸め込めばできると。いう形で、主戦場は全部地方議会に持ってくるんですよね。なるほど。で、また地方で、またそういう、はい、意見を聞く場所だったりとかですね、どんどん広げていけるわけですね。まあ、その、利権団体は。なるほど。そっか。これね、やっぱりこの図式ってうまく巧妙に作られてますね。騙されやすいと思います、すごく。だからね、騙されてはいけないという、私が今話してるようなことすらね、ツイキャスで、私もなんかこう、いい気になって喋らせていただいてます。議会で、平場で喋れてるのはなかなか気を使う内容ですよ。そうなんです。はい。わかります。はい、だけどやっぱり言っていかないといけないですよね。この危険性っていうものを。もちろんこの危険性については、だって、その利権をね、狙う人たちが狙ってるのは、皆さんが一生懸命働かれたりして納めた、税金という公金ですから。そうですね。はい。皆様のね、共通財産ですからね。本当に大切なことに使っていただくためには、いくらでも出していただいていいんですが、一部の人だけがこう、それもね、全体のこう、人たちに行き渡るわけじゃなくてね、もう一部の人たちだけが、うまみを握るという。彼らはもうずっとその、飯の種をですね。ね、飯の種ですよね、本当に。追い続けてるんですよ。私、こんなこと言ったらすごく冷たい人間に思われるかもしれないんですけど、例えば LGBT についてどう思うって私でだったら、はい。私無関心なんです。これいい意味で。うん。うん。その、
好きにしてくれたらいいと思うんですよ。みんなそれぞれ人は、そういう性的なことだったり、人を好きになったりね、誰かとそう、なんていうのか、誰が誰を好きになろうか好きにしてくれたらいいと思うので、そこに嫌悪感とかはもちろんないですし、だけど、関心が高いかっていうと、いや、人それぞれのことだからっていう、いい意味の無関心が正解だと思ってるんです。うん。これをね、なんかその団体さんたちは、無関心は良くない、関心を持ってください、理解を深めてくださいって言うじゃないですか。はい。もうそこに私はもう、おかしいっていう声をみんな上げていかなきゃって思ってるんですけど。そうですね。はい。で、うん、今回の LGBT の法律はですね、はい。さらに厄介なことに、はい。各自治体が、はい。議員提案ではなくて、はい。知事部局からの条例提案という形で出てくる可能性あるんですよ。そうですか。そうなんです。これはね、はい。やっぱり今の兵庫県などを見ますとね、斉藤知事が、僕が応援してた人じゃないからとか、うんうんうん、そういう恨みっことかも一切なきにして、はい。あの人の良い部分も悪い部分もあると思うので、斉藤知事のこの際、はい、人格は一切関係なしとして考えてください。はい、はい。現在のこの斉藤県政において、極めてこの不安定な、はい、この議会構成であり、自分の、立ち位置ですよね。うん、で、そうなった時に、もう兵庫県のですね。はい。知事の近くに、お奉行さんみたいな何人かおるんですね。はいはいはい。お奉行さんの意見を中心に、県政を回してるんだけれども、うん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 、このお奉行さんたちはですね、はい、非常に霞が関と、兵庫県は親和性が高いので。あら、そうですか。はい。ですから、法務省あたりからこういう法律が通ったから、兵庫県の方でも、ぜひ検討を進められてということになる、の、ものを一つ手にすればね。はい。このお奉行さんの中の誰かとは言いませんがね。うんうん。やっぱりそういう連中と、比較的近いお奉行さんもいまして。そうですか。そういう、はい、そういう人が、今やという形で、知事、これはもう、知事提案でいきましょうという形で持ってくる可能性は高いなと思うんですよ。なるほど、そうですか、その、殿と。そうするとね、はい。議員提案だったら、神戸市会であったみたいに潰すことはできるんだけど。そうですね。賛成反対でね。はい。知事提案だったら、多数決って負けちゃうんですよね。そういうことになるんですね。うん。そうですか。それはやっぱりこう、全国に先駆けてこう、そういうことに理解の深い町、神戸みたいな、いいイメージで行きましょうみたいな、そういう言葉によって。そういう綺麗事でね。はい。そういう綺麗事で。やっぱり。多文化共生の最先端を行くとか、そういう綺麗事はいくらでも並べられるんですか？港町神戸ではね、たくさんの民族の方が住まれてますし、みたいな。うん。で、この際ね、はい、私はもう、今日の話はそれ一切無視してます。そんなことはね、うんうんうん、この際どうだっていいことなんですよ。うん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 、シェリーさんと一緒で、みんな好きに自由に生きてくれたらいいんだよ。ねえ、そうですよ。はい。違うんですよ。問題は、うん、ここに新たな仕組みを作られることなんですよ。本当ですね。作られてしまったらもう、それって多分取り壊したりとか見直したりとかあんまりされないですもんね。だって、その窓口一本化によってブラック解放同盟がもう、ね、ものすごい、巨大な利権が手にした。はい。はい、あと、その遺伝子が今ですからね。なるほど、なるほど。はい。だからもう、取れないですよ。いや、もう、いくらでも巨大化させるノウハウも持ってるし。はい。そっか、遺伝子を継いでるんですね。もうよくわかります。もう、そっか、もう、人間のありとあらゆる、暮らしに関わるところに食い込んできますね。そうですね。だから、ぜひですね。はい。兵庫県のみならず、これ今聞いてくださってる方たちのね。はい。
支持政党はもうどこでも結構なんで、はい、まあとにかくこれLGBT は非常に危険だということをですね、はい、ぜひそれぞれ身近な地方議員の先生方に教えてあげてですね、うんうん、やっぱ行動を起こしていかなきゃいけませんわ。はい。そこまでね、ちゃんと永瀬先生みたいに遺伝子単位でですね、これは、先の先を見据えないとっていうことが分かってる人がたくさん政治家さんや、市民や国民にいればいいんですけれども、うん、なかなかそういうふうに見なに取られていますね。悔しいですけど、はい。で、今ね、国のが完全にポシャってしまってほしいというご意見が書かれてますけども、はい。おそらく、今国会での成立はもうここまで来たら不可能ですわ。そうですね。もうなんかサミット前にみたいなびっくりするようなことを言ってた時にね、ちょっと盛り上がってましたけど、うん、皆さんそんな請求にあってどうするんだっていう。はい、あるね、私、うん、ちょっと国会議員の秘書とこの前話してたんですよ。はい。そしたらね、はい。これ大きな意味での、うんうん、ガス抜きをさしたんやと。あ、ガス抜き。最後は、はい、最後はね、はい。ぶら下げといて、廃案になるのは、もう、ずいぶん前から分かってたと。あら、そうですか。分かってたけど、それを言っちゃおしまいなんで、はい。廃案にするために皆さん意見出しましょうからの、もうみんな、議論にも乗ってこないからね。うんうん。まあ、ああいう形にしたんだっていうことを言ってる、ある、代議士秘書がおりました。あ、そうですか。へえ。まあ、これはね、一定なんていうのかな、今の現実を正しく評価してるんだろうけれども、うん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 、問題はね、この甘さがね、奴らに付け込まれるんですよね。奴らはね、今回議論をここまで進ませたってことで、また次もやってきますよ。そうですね。また違う角度でやってきそうですね。やってきますよ。それから、政党で言いますと、今非常に力を伸ばしてる、維新の方々ですね。はい。維新の方々の中には、非常にその愛国者の人たちもいらっしゃって、私も何人もそういう方は知ってるけれども。はい。しかしながら、この、維新全体で見るときには、彼はやっぱり自分たちのその、なんですかね、うん、カラーというか、うん、結局、その時々のその世論の風をやっぱり気にしてますんでね、イメージ。すごく大事にしてるんで、実はヘイトスピーチ条例の時も、はい、まあ、数は少なかったけど、維新賛成してたし、うん、まあ、LGBT も多分維新は組織として賛成してきますよ。これはそんなに深く知らないんですよ。ということですね。なるほど。だからまあそんなところでね、うんうんうん、まあ例えばその多文化共生に反対する全近代的なこのガリガリ保守とかって言われるのは言われるとやっぱり離れるから、うんうんうん、だからなんかもっとそのスマートにしとくべきやって形でもそういう戦略上のことだけでやっぱ彼ら乗ってくると思う、ね、戦略上ですか。まあまあ、実際に国民もイメージですしね、選挙なんてね、しっかり政策を見て、見比べて、その人が過去に何を、議会で質問してるかなんて調べる人少ないので、やっぱイメージで入れちゃったりするところ本当に多いので、やっぱ政治家さんを選ぶ側の私たちも、もうちょっとね、やっぱりしっかりしなきゃなと。はい、思います。まあ、まだまだこれ、戦いは始まったばっかりですよね。そうですね。これからどういうふうにこう、なっていくかわからないし、僕自身もどれぐらいの、結局僕が一人で吠えたってどうしようもないので、うんうんうん、仲間を作っていかないといけないんですよね、議会の中で。そうですね。だから、議会の中の仲間作りとかをやっぱりしていかないといけないと思いますね。はい。はい、うん、あります。永瀬先生、すいません、ちょっとだけお話し、すいません、あまり長くならないようにした方がいいんですけど、全然いいですよ。表現の不自由点について、6月中のその、議会で、はい、質問をされるっていうことをちょっとお聞きしたんですが、はい。今、兵庫県の
本会議場って、はい。入れなくなって。会議室になっちゃった。しかもですね。全国でも珍しいと思いますよ。長先生、あれ10人しか傍聴できないんです。そうなんですよ。びっくりしました。で、10人を超えた人は別室でね。あ、なるほど。画面で見るんです。あ、それはできるんですね。あ、だけど、別室で画面見るんだったら家で。まあね、ね、インターネット見ると変わらないですよね。動画配信見たらいいじゃないですか。いや、それでまた、令和8年ぐらいまで、その本会議の、そうですよ。はい。まあ、それはちょっとね、すいません、皆さんには、関係ない、ちょっとすいません、兵庫県の県庁の話だったんですけど、はい、うん。その、傍聴という仕組みですね。はい。これは民主主義のとても大事なですね、ね、国会の原則というものがあるんだけれども、ねえ、ちょっとショックです。ここをポーンと飛び越えてしまったんですよ。実は他に手がなかったかっていうのはあったんです。あったんですか？あります。兵庫県には、はい、兵庫県交換ってあるじゃないですか。あります。はい。拉致問題の。そうです。兵庫県の交換は、はい、あれ昔の兵庫県庁なんですよ。そうでした。で、兵庫県交換の大会議室を本会議場にしたらいいじゃないですか。綺麗ですしね。綺麗ですし、うんうん。そこだしね。はい。そうしたらいいんですよ。ああ、本当そうですね。でも、あえてそれをせずに、あんな小さな普通の会議室に我々押し込められるということになって、傍聴の人はもう来れないと。こういうことになったわけですね。その、やっぱその、建物外に出るっていうのが問題なんですか？ね、一応、まあ、これちょっと、あまり今回の本題ではないんで、長くはありませんけども、はい、我々に伝えられたのがね、うん、3月の30日だったんですよ。そうでしたね。そういうふうにおっしゃられてましたね。3月の30日ってもう次の日、統一地方選挙の告示日なんですよね。もうみんな忙しい時ですよね、本当に。しかも、そんな大事なことがメールですわ。うん、決定はもう、知事さんとかですか？いや、それで一応議会に諮るんだけれども、はい、もうすでにその時には、今のあの本会議場に見立てた会議室にあの出題がされてたんです。あ、もう椅子がね、用意されて。だから他に選択肢はない状態でやってるんですよ。まあ、それ安全上のって言われたら反対しにくいですもんね。でもこれさっきの話、安全上、はい、多文化共生、みんなの幸せとか言われたら反対できないでしょ？そうなんです。反対できないことを、やっぱり、言われると人ってね、どうしても口ごもるんですよ。いや、なんていうんですかね、常識のある方は。やっぱり、そう言われたら、反対する自分の方がおかしいんじゃないかって思ってしまって、意見を飲み込んじゃうんですよね。このね、議会軽視の今の兵庫県の考え方は非常に問題です。そうですね、本当ですね。非常に問題です。だけど、今回6月議会で、はい、私それもやるべきやとは思ってるんだけども、やっぱりね、去年の9月のね、はいはい、表現の不自由展に、兵庫県が金出してんですよね。すいません、長瀬先生、いくら兵庫県から出たかっていうのは。200万ぐらいですけどね。あ、でも200万ってそんなに少ない金額じゃないですよね。うん。はい。で、200万ちょっと超えてたと思いますけど、金出してんですよ。そうですか。それは民間のガードマン会社に対する警備委託料、まあ言ったら、ガードマンの費用ですね。はい。はい。それとなんか抗議の電話とか入ってくるんで。はい。対応する人の。対応する人の人件費とか。そのね、まあ、仮には200万としてですよ。はい。そのガードマンは、抗議に来る右翼団体とか何かを物を投げたりして、施設を壊すかもしれないから、その、主催者が催する催しを守るだけの目的ではないというふうに言うんです。なるほど。片側を守ってるだけじゃないと。そう。わかりました。じゃあ、それを認めるとして、じゃあ、それは何割ですかって言ったら5割だって言うんですよ。半々だと。でも、残りの5割はね、じゃあ100万は、主催者側の単純に、作品を守ったり、スタッフの安全を守るために雇ったわけですよ。うんうん、そうですね。それは請求してくださいよと。
うん。その主催者に。はい。請求もしてないんですわ。そうですか。で、それに対してはね。はい。これもね、一回も兵庫県はこれに対して、公の場所で説明をしたことがないんですよ。一回もですか。一度もないです。で、マスコミもそのことは一言も聞きません。それも不思議な話ですね。なんかこう、政治家さんが自分のお金で食べてる、食事なんかにも文句を言うのに、公金が入っているものに対して、何も文句を言わない。そうなんですね。で、その半分のお金は最初ね。はい。去年の9月にその、表現の不自由展っていうのが行われて。はい。で、その、当月9月議会に、私たちは一般質問でこれを質問しようと。はい。で、はい、私だけじゃなくて、やっぱり心ある、自民党の先生方が、これはもう許されないと。うん。いうことで、一般質問に聞こうということに。なってたんですね。なってたんですね。はい。なってたんです。しかしながら、はい、結果的には、一般質問からそれ消えたんです。なぜでしょうか。で、その時に、はい、兵庫県はですね、はい、当時の議長に、うん、これは9月の25日、代表質問の、通告期限、はい、その日の昼にですね、うんうん。ちなみに5時が通告期限なんですね。それまでに通告してあったものしか質問できないんですよ。あ、はい。で、その通告期限日の昼に、はい。片山副知事が議長のところへやってきまして、はい。重点を、質問してもらったら困ると。で、してもらったら困ると。はい。それは11月に、去年のですよ。令和4年の11月に、当時からすれば2ヶ月後にですね、はい、豊かな海づくり大会というのが明石で開かれて、はいはい、そこに天皇皇后両陛下、はい、両陛下が、はい、ね、ご視察にいらっしゃいましたね。そう、そう、はい、上皇継されることが、まあ、見込まれていたので、はいはい、これが取りやめになってしまうと。もしかしたらね、こんなことが。混乱があったら。だって、お越しになられる天皇陛下のおじいさんの写真をガスバーナーで炙って、で、足で踏みくちゃにするわけですからね。ね、それを、まあ、表現の自由とね。はい。で、それを、それにしかも金出してるって話をやろうとしてたから。そりゃそうなりますよね、うん。で、宮内庁に睨まれたら困るから、だからもう代表質問から下げてくれと。見せないことで解決はしないんですけど、ね、で、まあその代わりその当時の自民党の幹事長が質問書を出すのでそれを受け取りましょうって形で、はい、その質問書の回答っていうのは一応来てるんですよ。あ、はい。でもこの質問書の回答、質問と質問書の回答は公にされてないんですよ。ということは皆さんは知らないんです。どういうやりとりがあったかを。全く知らないです。はい。私は今お話しした経緯も含めて、これは明らかにするべき事実だと思ってます。あ、そしてこれを明らかにした上で、それでも払わなあかんかったんやったら、はい、ちゃんと払わなあかん理由を、県民に説明しなさいと。そういう質問を6月の14日にやります。あ、はい。まあ、大会議室でも、一応インターネット配信は。あ、それはあります。ありますね。はい。皆さん、6月14日に永瀬先生質問に立たれますので、お時間はもう決まっていらっしゃいますでしょうか。多分、いや、まだわかんないんだな。そうなんですね。ちょっとそれはちゃんとご報告しますけどね。わかりました。間違いないですね。あ、わかりました。じゃあまた、近くなりましたら、日程がね、近くなりましたら、ね、永瀬先生が、SNS で、Facebook だったり、で、何時から質問に立ちますというふうに教えてくださると思うので、まあ、後からでも見れますし、ぜひ皆さん、自分の目で、永瀬先生の質問と、どういうふうに、兵庫県側が。今その質問がね、はい、うん。できるかどうかの瀬戸際でしてね。あ、それもそうですか。うん、はい。んで、やっぱりもう、検討局としてはもうこれ、ものすごく嫌がってるんです。ああ、そうですか。うん。でも、
嫌がられる質問こそ大事な質問なんです。あ、すごく僕はそう思います。はい。その、37人もね、自民党おりますんで。はい。その中にはね。はい。そんな、やっぱりその、与党、まあ、過半数は切りましたけども、うん。まあ、圧倒的な第一党としてね。はい。うん、一般質問には、それなりの、何ですか、から、どういうんかな、明日その会議があるんですけど、行って、やっぱり責任があるので、はい。たった一問でこんなことをするっていうのはどうなんだって意見がもうすでに出てるんですよ。ああ、そうですか。これも、手のいい話で、たった一問でってことで、じゃあ何問か入れましょうかって言ったら、この質問できる時間がなくなるんですよ。だから、おそらく、まあ、そういうことで、うん、働きかけがあったのかもしれませんね。わかりませんね、それはね。はい、わかりません。それはわからないけどね。ね、事前予約の方だけが入れた、表現の不自由点でした。はい。はい、なんか。私も全部、見てきましたよ。あ、ね、永瀬先生は、見てこられて、ご自身のね、YouTube、のチャンネルの方でも少しお話をしてくれてたんですが。はい。はい。まあでも中で撮影とかそういうものは、あ、できたんです。あ、できたんですか。だけど、はい、遠近を抱えてという、その遠近を抱えてパート2というですね。はい。この映像作品だけ撮影禁止なんです。でした。あ、そうなんですね。あとは撮影、だから僕いろいろイヤホンのゾーンとか。はいはい、で、ね、まあ、はい、なんかそういうものが好きな人はどうか知りませんけれども、うんうんうん、もう前衛的すぎると、あえて言うときましょう。ああ、なるほど。僕にはその価値がわからない。価値がね。うんうんうん。だから左が嫌いとか右が好きとかそういう意味じゃなくてですよ。うんうんうん、それを作品として見る価値がわからないので、うんうんうん、よしよしもわかりませんでしたわ。あ、なるほど。はい。で、一つはやっぱりこの映像作品だと絶対見とこうと思いましてね。あ、はい。はい。で、これそうだね。愛知トリエンナーレの頃は、はい。多分彼らがわざと拡散させたんだけど、その一部、ガスバーナーで、昭和天皇の肖像が焼かれるところは、ちょっとインターネットに広がったことありましたよね。はい。覚えてらっしゃらない？はい、覚えてますよく。ね、ね、あれも多分炎上商法で彼らがこうやったもんだと思うんだけども、うん、実際に見たらね、あの場面以外にも、昭和天皇の、お写真は、3種類ぐらいのものが、結構な場面に使われてました。ああ、そうですか。ええー、で、なんか、これね、ストーリーがもう全くわからないんですが、なんとなく察するにね、うんうんうん、なんか、若い女性が、浴衣みたいな着た女性がですね、はい。薄暗い、なんか階段みたいなところを歩いていくんですね。うんうん。で、その階段にドロドローとなんか血みたいなものが流れてるんですよ。ああ。で、画面が変わってなんか綺麗な白浜にドラム缶がいっぱい並べてあって、はい。このドラム缶がドーンと爆発して、こう、空中を飛ぶ場面とかがあって、はい。で、また切り替わるとまたその女性になったりっていう形で、で、なんか、戦前のラジオ放送みたいなのに合わせて、うんうん、昭和天皇が白い馬に乗ってらっしゃる写真とかが使われたりとかして、はいはい、そういう展開でね、最後にですね、はい、その昭和天皇の写真をガスバーナーでバーッと焼いて、うんうんうん、で、お顔がバーッとこう、焼けるところまで全部撮って、うんうんうん、で、その後、足で踏んで火を消すと。うんうんうん、そういうところへも繋がってる、そういうものでしたわ。はい。それを作られた方の、なんか、何が言いたいんやろうの、ちょっとはわかるんですけど、まあまあ、憎しみだったり、またその憎しみも、果たしていろんなことがこう、なんていうのかな、分かっていてやってられるのかどうかっていうのは。まあ。ねえ。まあ、作られた方の。三浦先生が単に悪趣味って感じ。そうですよね。うん、でも、それが、まあ、同じようなこう考えを持っている人には、いいっていうふうに、
そういう評価も、まあもちろん、ゼロではないんでしょうけど。中にいる人も、危機としてましたよ。ああ、そうですか。はい。あ、ちょっと、喜ばれてるというか。まだ見てなかったんで。はい。はい。あれでしたよ。なんか、皆さん、すごく、にこやかに、とてもいい雰囲気でした。はぁ、はい、三浦先生、ほんとそうですよね。もうそういう人たちは、そういう人たちだけで集まって、そういうものを見てたらいいですよね。で、まして、ね、うん。この表現の不自由点っていうのも、言ったらね、僕らうまいことやられちゃってんですよ。だってね、神戸じゃなくて、留学生会館とかでやるんだったら、それこそそういう人たちだけが見る世界になるじゃないですか。はい。別に訴えられることもないし。はい、はい。そういう人たちだけでやればいいじゃないですか。はい。わざわざ県民会館を使おうとしてるんですよ。わざとね。はい。で、こういう形で、右翼団体に来てもらって、で、もう完全にすごいマーケティングですよね。これね、皆さんわかります？もう、こういう、表現を不自由にさせているのは、こういう、ね、まあ、黒い、外線車に乗ってやってきて、がなり立ててですね、道路でね、大音量で音楽を流したりする、こういう立ちなんて、こういうやつったらなんだみたいな図式ですよね。そうですね。ね、わーっとね、なって。はい。で、もうビビった兵庫県がもう、ガードマン台まで出したんで、うはんぱですよね。これは警察の機動隊の方々ももう、ものすごくたくさん、投入されてるし、それがね、僕はね、一定必要だと思ってるんですよ。機動隊の人はね。やっぱりこれだけ全国から右翼団体が来れば、そこの事態もあり得るんだよね。はい。だからそれは、だから僕はこの警察の警備はちょっと別にしてるんですわ。あ、はい。いや、私はね、もしですね、こういうところに警備を導入することまで、こう、相手が予測をつけて、で、はい、手薄になったところでテロみたいなことも、もし計画してたらどうなってただろうっていうのをちょっと思ったもので、ね、はい。すみません。まあもちろんね、永瀬先生がおっしゃるように、確かに警察が警備するっていうのはもちろん大切なことなので、それがお仕事ですのでね。はい。問題は、会場に入るところの手荷物検査場とか、うんうんうん。はい。それから、金属探知機を置いたり、はい。それから、各フロアにガードマンを立たせたりっていうような、民間のガードマン会社を雇ったんですよね。はい、はい。その費用なんですよ、僕が問題にしてるのは。だからもうこの際ね、彼らの理屈がもう最高裁でも通ってしまってるんで、さっきの話と一緒です。ヘイトスピーチ条例に対して使わさないというのは、法律で通してしまう。うん、うん、うん、うん。で、これもヘイトじゃないですか、完全に。表現の不自由点ってヘイトでしょ？いや、私はそう思うんですけど、はい、そうではないっていう人もいますね。だから。この憎悪表現というものであれば同じ類なのか、これは許されるという構造、これは、この社会に出現させたという時点で、政治的な目的も達成し、はい。そしてこうやって炎上したことによって来る人が増えて、満員御礼で、催し物としても、工業としても成功し、という形で非常にこの二度おいしいみたいな感じになってると思いますね。そうですよね。うん。今ね、皆さんに見ていただいている画像は、ちょっと慰安婦の悲しみとかをね、描かれたもので、作者も日本人の方ではなく韓国の方だったと思います。まあ、天皇制とかですね、まあ、いわゆる従軍慰安婦とかっていうものを扱ってた美術ですね。まあ、美術って言っていいのかな。芸術はね、もちろんその、見る人によって素晴らしい作品だったりね、まあ、
訴えてることがあまりわからないっていうふうに、感じるものは人それぞれ違うのかもしれないですけど、永瀬先生がおっしゃったように、まあ、人に対する憎悪表現が果たして芸術かどうかっていうところを考えると、うん、私もやっぱり芸術ではないと思うんですよね。まあ、芸術であるかないかっていうのはもうこの際置いといて、はい。行政としてね、うんうん、どうしてその断ることができなかったのか。はい、はい。ね、大阪の判例が怖い怖いって言うんだけれども、はい、あれは一旦認めた後に、うん、やっぱりダメって言ったから訴えられたんですよ。うん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 、でも最初から断ることできるでしょと。でそれぐらいの裁量権は知事にあるんじゃないですかってことを今回の質問でも問います。はい。はい。はい。うん、弱いんですよね、こういうことに対してね。そうですね。うん。確かにそうです、うん。これを見てね、なんか表現の自由を大切にしなきゃとか、思うかな。どうなんだろう。撮影禁止されてた映像資料ですね。はい。あれはやっぱりインパクトはすごいありますよ。ね、僕みたいな人間を完全に挑発するためだけに作られてますよね。はっきり言って不快でしたか、ご覧になって。それも極めて不快でしょ、うん。この極めて不快だというふうに、そういう人の意見も作者の方は大切にされたらどうかなと。思うんですけどね。まあ、作者の人は多分、これは、こういう政治的目的で使うために作ってるんで。そうですか。私たちが不快になれば不快になるほど。成功ですか。作者はもう成功ですよ。なるほど。そこにまた公金も入ってるから、もう大成功ですね。そうですね。神戸店が、全国で4カ所。メッとなってたということで、その後、もう、コロナ禍なので、多分、あまりやらってはないと思うんですが、こういうものがね、最初の名古屋の時はすごく、騒ぎになったんですけど、ね、騒ぎになりましたね。はい。東京とか京都とか神戸でやられたことは、あんまりこう、大きく取り上げられませんでしたが、そうですね。まあね、もう本当に神戸のこの、会場前の騒ぎはすごかったということで、はい。永瀬先生ももちろんご覧になったと思うんですけど、ものすごく、外は大変な。もう元町界隈、あの辺に住んでらっしゃる方はもう大変な不自由な思いをしたと思うんですよ。ああ、もう迷惑だったでしょうね。はい。ねえ、もう、うるさいしね、もうあちこち規制線張られて、大騒ぎですもんね。本当、静かに暮らしたいね。地元の人は本当迷惑ですよね。迷惑ですね。そうですか。こういう、外戦車って何台ぐらい来てましたか、その右翼の。そのあと警察官しますけど、まあ、2、30台来たんじゃないですか。ええー、そんなにですか。まあ、2日間ありましたからね。なんか入れ替わり立ち替わり来たんじゃないですか？そうなんですか。はい、はい。こういう、もうはっきり言いますけど、こういうね、うるさい車にね、もうこういうなんか怖いでしょ？そこに、皇室のね、菊の御紋がつけられてる。本当にね。あ、三浦先生が書かれてる。あれこそ移動の自由が侵害されとった。本当そうですよね。自分たちさえ良かったらいいのかっていう、はい、永瀬先生の質問、すごく、まあ、できる範囲で、多分、追求、ね。こういうふうになるか、はい、されると思うんですけど。明日の議員総会、執行部会議とかで、はい。永瀬の一般質問をどこまでさせるのかみたいな話になるので、なるほど。どうなるかわかりませんけど、私はもう、フルスペックで45分間をこの問題だけで使いたい。はい。はい。と思ってるんですけど。はい。何問かこれも言えなさいとかって言われて、おかしなもんでしょ。議会ってそういうとこなんですよ。うん。まあでも、そういうふうにね、こう、永瀬先生の意見を通すためには向こうの意見も飲まなきゃならないっていうところも。まあね。ありますもんね。
あんまりそこでもう僕がその感触を起こしてもね。ねえ。全部できなくなりますもんね。うん、行政の中にも、議員の中にも、黙ってるけど頑張れって言ってる人結構いるんで。うんうんうん、うん。まあそういう人はちゃんとつなぎ止めて、川中からその理性とね。そうなんです。金星を書くことなく、ただ、貫くとこは貫くっていうのが非常にやっぱり、そうそう、しんどいですね。はい。もうでもしんどいと思うんですけど、その永瀬先生を。机叩けたらどうか。ねえ、楽ですよね。本当に自由な発言できたら楽なんですけど、もうやっぱり、自分がやらなければならないことのために、やりたくないことも、飲まなければならないという、はい。そうですね。辛抱もね、大事なお仕事ですので。でも、永瀬先生のその追求をすごく期待して、支持して応援している市民が、国民がたくさんいますので、はい、そういう声がたくさん届いておりますというふうに、明日議会でおっしゃってください。はい。頑張りました。はい。応援しております。永瀬先生、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。今日もすごく大切な、もう、私たちが見失ってはならない、相手のね、真の目的っていうものを教えていただけたので、うん、はい、甘い顔になって、こう、騙されないように気をつけていきたいなと思います。ね、はい。はい。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。はい、これからもよろしくお願いします。はい、貴重な時間いただきまして、はい、ご視聴、聞いてくださった皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、どうも、失礼します。はい、永瀬先生、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、永瀬先生、ありがとうございました。すいません、明日もね、大事な、会議の前にですね、すいません、もう、いろいろ資料作りだったりね、しなければならない前日にも、こうやって、もう本当に大切な話を、丁寧にね、しっかりと、してくださいました。ありがとうございました。ねえ、きよちゃんさん、本当に、政治家さんもねって言ったらいいんですけど、まあもちろん一般の人も皆さんお仕事ね、楽だよ、ね、簡単だよっていうことはないですけど、政治家さんも本当に大変ですよね。ましてちゃんとこう、しっかりした信条、ね、自分はこれを守るんだと。これは守って追求しなければならないと。悪いところがあったら変えなければならない。悪いものはね、排除しなければならないというふうに強い心情を持って、政治家さんに、のお仕事をされている方は特に、もう全てが戦いですよね。そっか、国がね、法案を成立させると、それが地方議会に行って、大きな火を吹くわけですね。国のお墨付きがあるという形で。この図式ですね。遺伝子というふうにおっしゃられてましたね。差別利権の遺伝子。ね、もう人ってやっぱりこう、うまい汁、飯の種をですね、絶対手放すわけにはいかないから、相手方は、死守しますから。ね、私たちは、決まってしまったって、その時にはクソと思っても、別にその、大きな目に見える損がないので、目の前からね、あなたの通帳からですね、何百万とか、ね、お金がなくなるわけでもない、財布から、お札がなくなるわけでもない、ね。だけど、その人たちにとったらね、毎月入ってきていた給料だったりですね、来年のね、平和な、安穏な生活がなくなるわけですから、もう相手方の方が本気ですし、必死ですから、ありとあらゆる、私たちを、まあ、調略と言いますか、騙す手をしっかり、ね、作ってやってきますからね。だからもう、ついついこう、人って、騙されちゃダメなんですけど、人を疑うことは悪いことみたいな、ね、そういうところあるじゃないですか。人をね、疑ったり、本当なんですかっていうふうにこう、ね、素直に受け取らないで疑うことってなんかこう、悪いことみたいに思われてるけど、
疑わなきゃいけないということです。もうそれは別に敵味方関係なく、うん、何でもね、本当かなーって、うん、ましてこういう公金が使われることだったり、たくさんの人に、公共の利益がね関係することはしっかり疑わなければならないと。はい、来週もですね、今日の永瀬先生に続き戦う政治家さんに出ていただきます。ね、不安の方もね、今日の永瀬先生も不安の方多いんですが、小坂英二先生に出ていただきます。ごめんなさい、ちょっとむせてしまって。荒川区議の、小坂英二先生にお話を伺います。小坂先生、ずっとこう、なんていうんですかね、追及の手を緩めずに、朝鮮学校の補助金についてもずっと、ごめんなさい、区議会で、追及を続けていらっしゃいますし、ね、トイレの話もね、もちろんこの LGBT 問題も、なぜいけないかということも、ずっと追及をやってこられています。この間ですね、小坂先生が書かれてた Facebook の投稿で、私ね、ハッとしたんですけど、ちょっと前後略しますけど、小坂先生、こんなことを Facebook に書かれてました。ですね、まあ、赤ちゃんを産めない女性が、まあ、自分にね、卵子がないだったりとかですね、まあ、そういう方でも、お子さんがね、どうしても欲しいっていうふうに願われて、代理出産を依頼する人がいますよね。依頼というか、こう、まあ、金銭の、授受で、相手の方と契約を結んで、芸能人の方でもいらっしゃいましたよね。あの方は、海外の女性にね、代理出産、母として、相手の女性の方に、まあ自分たちのね、育ててもらいたい卵子を子宮に、移植して、うん。で、相手の方の子宮で、臨月まで育てていただいて、出産したお子さんを実子として、そう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 、月さんが書いてるね。はい。高田信彦やったっけ？なんか今勝手にね、永瀬先生と話してた方のスマホが、勝手にシャットダウンした。びっくりした。そのね、代理出産はね、人権侵害だって書かれてたんですよ。うん。でね、私ね、と思って、恥ずかしながらその意識がなかったんですね、私。というのは、例えばですね、代理母出産で、自分の娘さんが、例えば子宮の病気だったり、まあね、癌も含む子宮の病気で子宮を失ってしまった娘さんの代わりに、お母さんが、代理母になってあげるみたいなことってね、実は日本ではちょこちょこあったりするんですね。うん。だから、まあ、それはよっぽどやっぱりその、ね、親族というか親子での信頼関係だったり、私が、まあ、おばあちゃんになるけど、あなたの代わりに産んであげたいっていうふうに思う、そのお母さんの気持ちも、娘さんに対するお母さんの気持ちもわかりますし、そうそうそう、高田信彦さんと向井亜紀さんがね、アメリカに渡られて、当時その31歳のアメリカ人女性に代理母になっていただいて、双子の出産をしてもらったと。で、生まれたお子さんは、日本に
連れて帰ってこられて、多分自分の戸籍の実子として認められたという話だったと思うんですけど、あと、丸岡泉さんもね、ちょっとご主人の有村さんと、離婚されましたけれども、代理出産をしてもらったんですよね。うん。確かそうだったと思います。はい。でね、そういうことって、こう、ニュースで、特に向井明さんの時って、テレビでね、すごく何度も取り上げられてたんですけど、そういう人権侵害だっていうね、考えてみたら、赤ちゃんを産むっていうことは、ものすごくこう、大きなリスクを伴いますから、まあ、絶対安全なものではないのでね、うん、確かに、自分がいくら子供が欲しいっていう思いが強くても、お金で誰かの子宮の中で子供がね、こう生まれてきて育つまでの間育ててもらうっていうことを、産んでもらうっていうことをお金で解決していいのかって言われると、あ、これはやっぱり私の考え方はちょっとずれてたなと。うん。小坂先生のおっしゃるように、これ人権侵害だって言われてもおかしくない。まあ、ある意味、人のね、まあ、健康っていうんですかね、をなんかこう、お金で買うって言ったら言葉悪いかもしれないんですけど、まあ、ちょっとこのことについてもね、小坂先生にお話を多分お聞きしたら、皆さん多分納得されたり、私も納得、するんじゃないかなと思うんで、お聞きしたいなと思います。で、もちろんね、拉致問題のことについても、小坂先生から、ね、どういうふうに、まあ、朝鮮学校の補助金についてのことも、最近もまた Facebook の方に出されてましたが、国内でね、やっぱり児童虐待になりますから、洗脳教育は、そういうものをね、自由な教育を許しているはずの日本の中で、洗脳の絶対的忠誠を誓わせる教育をしている学校を、認めたり、そこに公金を出したりすることは、やっぱりどうなんだ、絶対あってはならないというね、はい、ことを、みんなで声を上げていかなきゃならないと思います。あ、三浦先生ありがとうございます。これ検索して読んでみるといいですよ。一つの参考意見。代理出産は女性への人権侵害です。代理出産を認めないでください。あ、ありがとうございます。ちょっと読んでみます。はい。私ね、この視点がなかったことがちょっと自分でも、あ、分かってなかったなって思ったんですよね。そういうことを全く見えてなかったなって。医療の、現場で働きながら、なんでそういう意識がなかったんだろう。もう本当に簡単に騙されてたと言いますか。うん、そういうことを言って発信してる方が、私の周りに全くいなくて、で、メディアでも見たことがなくて、はい。うん、そのサイトから、三浦先生ありがとうございます。代理出産とは何よりも他人の体を使って場合によっては障害や死の危険を伴う、解体出産という行為をさせることであり、明らかに倫理的な問題があります。そうですよね。はい。もしも出産の時に、例えば代理出産でどういう契約を結ぶのか、わからないんですけど、相手に障害が残った場合は、ね、子供さんじゃなくて、相手の女性方に障害が残った場合は、その障害の程度によってどれほどの保障をするのかだったり、こと細やかにね、決めきれないと思うんですよ。そんなのね、だから契約にないっていう話で、結局裁判で争うようなことになっていくと思うんですね。はい。さらにこの行為は女性の人身売買であるという指摘もあります。
なるほどな。例えば最初にこの手法を導入したアメリカでは、代理母を募集した際、無償では希望者がいなかったため、有償で募集することになる。なり、結局貧しい女性たちが生活のために応募する事態が生じました。なるほどな。確かにそうです。短い期間ではないです、妊娠期間。で、その期間、いくら、高額がね、得られるとはいえ、いろんなリスクを背負って、一生残るかもしれないリスクまで、背負ってというか、ね、一旦承諾するわけですから、いいですよと、承諾して、出産まで挑むってね、それがまして、よくある話で、自分のね、お腹の中でこう、胎動って、まあお腹の中で赤ちゃんが動くことを胎動って言うんですけど、胎動を感じると、いくら血のつながってない、赤ちゃんでも、やっぱり我が子のようにこう、愛おしくなったり、出産後引き渡しがね、やっぱり辛くてできなくなったり、渡すことでね、ものすごくこう、産後うつになったりっていうのはね、聞いたりしてました。そっか。なるほどな。あ、三浦先生ありがとうございます。小坂先生のね、意見も、ぜひね、ちょっと聞きたいなと思うんです。はい。こういうふうにね、なんかこう人権問題ってしっかり、なんていうのかな、奥の奥までこう、しっかり考えないと、見逃されてしまうことってたくさんあるんだなって思うんですよね。本当の人権問題とは何かっていうことを、こういう北朝鮮に拉致された被害者を取り戻すという大切な人権問題を、皆さんとお話ししている番組だからこそ、そういう人権問題にも、なんていうんですかね、関心を持っていただきたいなと思っています。はい。では来週、小坂英治先生に、ゲストとしてお話をしていただきます。今日、永瀬先生からすごくたくさん、ね、本当に大切なお話をお聞きしました。社会が変えられていく仕組みがあると、はい。遺伝子があると、これね、ちょっと待ってください。永瀬先生のお写真に戻して。すいません。最後の方ちょっと咳込んじゃったり、むせたりしまして。どれだったっけ？ここ。多様性を認め合おうとかね、そういう言葉でね、私たちこう、うっかり真実を見逃してませんかっていうことを、これからね、もっともっと大事な視点だと思うので、しっかり私たちも学んで、賢くなっていきましょうね。はい。ありがとうございました。今日の配信終わります。永瀬先生お疲れ様でした。ありがとうございました。皆さんもご参加していただきまして、ありがとうございました。はい。おやすみなさい。Yeah.